and get your kiss on. What's up, my Kesa Diaz? 皆さん、こんにちは。シモンズ K です。今日のビデオは全部日本語で、全部日本語で喋ります。日本語あんまり上手じゃないけど、頑張っています。多分 90% 聞こえる？あとわかる？でもやっぱり 40% だけ話せる。ひらがなとカタカナだけ読めります。日本語上手じゃないからごめんね。お母さんと日本語喋るけど、ほとんどアメリカに住んでるから、あんまり日本語の勉強してない。あんまり日本語の言葉がわかんない。あんまり日本語習ってない。今見てるの人は、K は上手だよ。やっぱり思っている。でも、誰かと普通に喋ってたら、ちょっと下手になる。いや、合ってるかわかんないけど、僕、頑張ってる。日本語は普通に喋れるけど、時々、言葉がわかん、今やってる。時々言葉がわかんないのことがある。合ってるかわかんないけど。でも日本語でブログしたら、やっぱり日本の人は、日本人は見る。でも今日はあんまりやってない。動画 YouTube にアップして、あと食べて、それだけ。次は僕の友達、ソイチロと、遊びます。新宿に行って、ソイチロと、遊べ。でも新宿行くから、レッツゴー困った。今はソイチを探しています。 What's up my Kesa Diaz? 今はハッピー。今は新宿に泊まって、多分ラーメンかなんか食べります。でも新宿は超綺麗。見てこれ。おお、すごい。あ、これ見たことある。これあ、これロボットのレストランだ。え、ロボットレストランだ。あ、大丈夫。ありがとう。ありがとう。それソープランドの人。そうだね。そっか。マッサージにする。じゃあ次のブログはソープランド行く。Why not? いいじゃん。賛成、はい、俺もやりたい。はい、やろう。え、OK。かっこいい建物。え、ゴジラはどこ？ゴジラどこだ？ここ？これ方向音痴だから分かんない。方向音痴分かる？分かんない。I'm not good at direction。方向音痴っていうの。方向音痴。方向音痴。方向 is direction and 音痴 is like not good at it。そっかそっか。うん、僕も方向音痴。アニメガール。かわいい。I love 歌舞伎町。じゃあ、今は、居酒屋に入って、はい、餃子食べてます。でも、まだ食べてないけど、食べる。美味しそうですね。餃子食べた。はい、美味しかったね。美味しかった。今は電車、駅に帰って、ソイシロのバッグ、置く。バッグ置いて、あと、もっとミルク飲む。ミルクを飲むね。楽しむ。楽しみだね。トイレに入ります。これ綺麗なトイレですね。グッチストアです。グッチギャング、はい、グッチヤクザ。今僕と総一郎はクラブ探してる。年齢聞かれちゃうかもしんないからちょっとやばい。でもどうだろうね。だからいい場所が探さない。いやいや、そうだね。ちょっと警察あるから。バレちゃう。警察。年齢とか話してたらよくないね。うん、縄跳びしている。おー、何やってんの。暇なんだ。暇暇と紐。クラブ探せないから、外人に聞く。外人探さないとクラブ見つけられないね。うん、パブに入ってクリンジだった。クリンジだったね。うん、クリンジはね、日本語にないんだ。あ、そっか。あ、痛い。うん、心が痛い。だからパブ行ったでしょ。うん、そしたらまあなんか14歳ぐらいの白人のボーイが、ちっちゃい少年が、うん、日本人の24歳ぐらいのお姉さんに、あ、こんにちは、あ、ハロ、あ、おはようございます、あ、What's your number? とか言ってて、で日本人の女の人も、みたいな、あ、痛いとか感じで、もう見ただけでもなんか俺も嫌になって出てくる。ベリーベリークリンジ。ベリーペインフル。ペインフル。ペインフルトゥワッチ。石原さとみです。日本で
で一番可愛い。13歳の時、最初に見たら、Fell in love? 恋しちゃった。恋しちゃった。石原さとみ。可愛い。超可愛い。夜はもう、終わった。終わりました。次は駅を探してます。駅を探してます。お家に帰ります。もう駅が見つからなくて、もう10分ぐらい歩き回ってるね。もう仙川に帰ってラーメン食べた。次はお家に帰っています。今日は楽しい日だった。今日のブログ見てくれてありがとう。じゃあバイバイ。こんにちは。次の朝です。楽しい夜だった。次はおじいちゃんとおばあちゃんのために朝ごはんを作ります。今日はおかゆを作ります。はい。今はご飯作ってる。今はご飯をきれいにしています。お米を洗っています。お米を洗っています。おじいちゃんです。うん、お米冷蔵庫に入れたから。Shall we?